のページピュアピュア、皆さん近いです。お元気ですか？私はとっても元気。ミルだよ。今日もよろしくお願いします。カメラ嫌いだから後ろ向き。敵もいるよ。皆さんいつも遊びに来てくれてありがとうございます。テキーラだよ。ピュアピュアピュア。はい、ということでね、サプラニーのサックスでサプラノサックス用のリードを使って吹シリーズね、第1弾第2弾とありました。皆さんその動画まだ見てない方、こちら見てね。はい、今日はちょっと順番逆なんだけど、ね、あの第2弾目の、ソプラノサックス用の樹脂リードをソプラニーのサックスで吹いたらという、ね、あのことをやりました、ね、それを正規のソプラノサックスで吹きましょうかということをやります順番が逆になっちゃったね。はい、その樹脂リードは、前回の動画と一緒でソプラノサックス用の樹脂リード、フォレストーン、ヒノキ、フォレストーン、ブラックバンブー、フォレストーン、ブラックバンブー、ダブルブラスト、フォレストーン、ホワイトバンブー、フォレストーン、トラディショナル、そしてハリーハートマンズのオニキス、そしてそしてバリのオリジナルシンセティック、そしてレジェールのクラシックシリーズ、そしてソプラニーノ用のリード、レジェールのシグネチャーですね。その9種類前回の動画で使ってソプラニーノでね、吹いてみました。はい、今日はソプラノサックスでやりたいと思います。全く同じ順番でやりますね。はい、順番逆だねね、どうなるかな。それではね、外に引いてこようかなね、ソプリロでもね、なんか本当はやりたいんだけどね、また次回かな、ソプリロね。それではそれでは行ってまいります。 GO! ピュア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 。ということでソプラニーノサックス、そしてソプラノサックスのリードのお話、第1弾第2弾とアップしてまいりました。こちらのソプラニーノサックスでソプラノサックスのリードをいろいろ使って吹いてみました。今度はソプラノサックスでソプラノサックスのリードをいろいろ吹いてみましょうということで、ね、はい、第1弾第2弾の動画で使用したソプラノサックスのケーンのリード、そして樹脂のリードをすべてソプラノサックスで吹いてみたいと思います。少しでもね、あの音色の違いがね、感じられればと思います。セッティングはソプラニーノサック
ックスで吹いておりました、マウスピースの柳沢メタルピンクゴールドの7番をソプラノサックスも同じように使いたいと思います。こちらもピンクゴールドの柳沢メタル7番が今ついております。セッティングは全く一緒です、ね、使用楽器本体は、シリーズ3セルマーのシリーズ3です。それではそれではソプラノサックスでいってみましょう。ピュワピュワザダリオさんから出てるラボーズミディアムソフト K のリードからいってみましょう。次はセレクトジャズ2ハード K のリードです。フォレストーン、ヒノキ、ミディアムソフト、ピュアピュア。フォレストーン、ブラックバンブーの S、 行ってみよう。Thank you.
表は。はい、続いてフォレストーンのブラックバンブーダブルブラストの M、 いってみましょう。続いてフォレストーンのホワイトバンブー3番レッツゴー。続いてフォレストーンのトラディショナルミディアムソフト、ピュアピュア。そしてそしてハリーハートマンズのオニキスミディアムソフト。
次はバリのオリジナルシンセティックの S ピュア。そしてレジェールクラシックシリーズの 2.25 ピュア。そしてそしてソプラニーノ用のレジェールシグネチャーの2番はやっぱりソプラノサックスには合いませんでした。スコンスコンで抜けちゃいます。固定できない、吹けない、ピュワピュワ。ということでソプラニーノサックスで使用しているソプラニーノサックス用のバンドーレントラディショナル2番とエスクラ用のバンドーレン V21 の 2.5 番。この2つはもちろんのことソプラノサックスにはつけることはできませんでした。ブッブー。はい、ということで第1弾第2弾の動画で使用した、リードすべてソプラノサックスでも吹いてみました。少しでもね、音色の違いが分かりましたでしょうかね。ね、吹いてる本人はもうかなり感覚は違いますね。本当にリードによって全然変わる、テンションも変わるね。またね、あのリードのね、動画をアップしたいと思います。それではお家に帰ります。ビール&テキーラお利口ですかね。ピュア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 。この動画が少しでも良かったなって思われましたら、いいねボタンポチ、登録ボタンまだの方ポチ押していただけたらとっても嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。またリードのシリーズも動画撮れたらいいなと思っておりますので、皆さんまた遊びに来てくださいね。ビール&テキーラ。みんなありがとうって言うんだよ。来てくれてありがとうって言うんだよ。それではそれでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。 YouTube ライブの方も遊びにいらしてください。地下映像のページ。
You are. またねー。